それはまあだいぶ以前のことになるんですがね平田さんという男性なんですがねそれはこの人が24の時まあ彼は東京の大学を出て東京の会社にこう勤めていたわけなんですね。そんな時にまあ正月にまあ国へ帰るわけですがみんな集まるからまあクラス会をやろうという連絡もらったんですね。でこの平田さんというこの人は車好きなんだ。 でお金そうないんですよ社会人になってまだそう立ってはしませんからでもまあ車買ったわけだじゃあ車で帰ってやろうでしょもう年末この時期ね車混みますからねでちょうど日が出るあたり東京出たわけだあっちこっち寄りながらねドライブ楽しんでそうこうしてまあそこそこ4月いぶんもう傾いてるんですがそのあたりの時にまあふるさとの富山に入ったわけだ 山山という山が大して高い山じゃないんですがこれを過ぎると自分の実家がある町なんですよね峠道そこがバーッと下ってるわけだこの峠道というのはねこう回り込んでこう湾曲してるわけですよね下っていくとほらと思った前方を歩いていく人がいるんだうーんと思ってみてる後にも先にも車がないんで「えあの人どっかどこまで行くんだろうな」と思いながらだん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 近づいていくと。 それ女の人なんですねそれもなんだか若いなんであんな若い女が一人で歩いてるんだろうと思いながらだん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 車近づいていったやがて速度落としてスーッと追い越してひュっと止まったわけだで車の窓開けたわけだだん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 この女が近づいてくるであの街、ー、まで行くんですけどねよかったら途中まで送りましょうかって言ったとその女がうなずいてね トットットッやってきたできえたらひょいっと顔を見ると「あれ失礼だけどあんた加藤さんじゃない?」って言って向こうがええー」っておっちみたんで「おい平田俺平田だよ」って言うと「あ平田君って言った彼女は加藤忍といって高校の同級生なんですよね。 高校の時はね普通にこう、はい、頭しつめてやってでこうセーラー服ですからさほど思わないんですがもうすっかり化粧してなかなか美人なんですよ。綺ろきれいになってる。えー、なんだおれ変わったなーっての話をしてどうやら彼女もクラス会出るらしいんだ。であれこれ話をしてる。でやがて彼女の家の近くで持って車を止めた。じゃあ明日ねって会おねねって「えい、ーね」って、えー、別れたわけだ。で実家へ向かっていった。 実回帰るともうみんなが待ち構えてるわけだで早速テーブルにいろんなものが乗って、ね、いっぱいみんな始まったわけだあ楽しい時間楽しい時間なんですが彼にしてみれば親兄弟と一緒のこの時間も素晴らしくいいんですけども明日のクラス会加藤忍に会える偉い美人なんだうわこれ楽しみだ気持ちワクワクしてるわけですよねさあそして翌日 ビシッと決めてねでみんなが集まる料理屋さんかなんかのその座敷行ったわけだクラスの面々だんだん集まってくる「おいしばらくだな」っおみんなでたあだこうだ話をしてるわけだ親しい友達が来たわけだ「おいしばらくだ」って「おいどうしてるんだ」って話してるわけだでも気になるのはその加藤忍なんですよ日さんあちこちここ見てる人はだんだん増えてくるんですがね彼女の姿がないんだやってると友達が「どうしたのお前?」 なんか探してんの「いのそうじゃないんだけどさあれ?」って誰か探してるうん」いや俺実は昨日さあの車で来る途中なあの若草山のあの峠道でもってな偶然加藤忍に会ったんだよ。で途中まで送ってやってさ「今日彼女送る」って言ったんだけどなおかしいよなーって言ってる友達が「お前それ本当か?」って言ったかなああそうだよ」 そうか。お前東京行ってて知らなかったんだな。カトシのな。東京の大学行って三年の時にな。体壊してこっち帰ってきてんだよ。で入院してな。あいつ亡くなったんだぜって言ったえいや？嘘だろう。だどれ昨日あの若草山のさあの峠道でも彼女に会って。 それで送ったんだぜ。いやでもな、あいつ亡くなってんのよ。あの若狭山だ。あそこに加藤の家の墓があるんだよ。え？本当かよ。誰だ？俺が車に乗せて送ってった。あの加藤氏の？ あれ、それ、生きてる人間じゃなかったのかあれ家族で幽霊かうん。然となったわけだ。おとその友達はね平津さんの肩ふっと手伸ばして何かつまんでヒュッと持ち上げた。 それは長い黒い女の髪の毛なんですよねで、その友達がおい加藤忍武だもう来てるかもしれないぞ